皆さんこんにちは。がん情報サイトオンコロの浜崎です。この度は大阪オンコロジーセミナーミーティングザキャンサーエキスパーツ第29回皮膚がんをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本セミナーは認定特定非営利活動法人西日本がん研究機構奈良大学連携個別化がん医療実践者養成プラン特定非営利活動法人近畿がん診療推進ネットワークがん情報サイトオンコロA2 ヘルスケア株式会社の共催で開催しております。さて本来であれば本セミナーは会場での講演形式にて実施をしておりますけれども、現在新型コロナウイルスの影響によりまして会場でのセミナーが実施することができないため、ウェブでの動画配信に変更してお送りしております。何卒ご了承ください。それでは奈良大学連携個別化がん医療実践者養成プラン代表兼西日本がん研究機構理事長の中川和彦先生よりご挨拶をしていただきます。中川先生、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。本当はナンバープラザビルで皆さんたちとこの2年間やってきたように一緒にお会いしてこのセミナーを開催できることを祈っておりましたけれど、残念ながらまだここには至らないということで、このような動画配信をもって開催させていただくということになりました。皆さん元気で暮らしていらっしゃることを心から願っております。今日は皮膚のがんをテーマに講義していただきます。どうぞ皆さんしっかりと最後まで聞いていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。続きまして西日本がん研究機構事務局長の武田先生よりご挨拶です。よろしくお願いいたします。WJOG の武田です。大変な今状況で皆さん活動の自粛とかいうようなことで大変な状況になっているかと思いますけども、我々はやはりまあでも皆さんにいろんな情報をこういう中でも伝えたいということで、今流行りの動画配信というような形で今日はまあ皮膚がんの内容でありますけども、いろんな情報をこれからも流し続けていきたいと思います。なかなか今の状況が急速に元の生活に戻れるというわけではありませんので、こういう新しい形で続けていきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。今日はまあ気楽に聞いていただけるというようなことでよろしくお願いいたします。先生方ありがとうございます。本セミナーは前半に講義、後半にディスカッションの2部構成となっております。それでは本日の講師をご紹介いたします。本日の講師は地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター腫瘍皮膚科主任部長の伊勢大樹先生です。それでは伊勢先生よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。今日は皮膚がんの内容に関してお話ししたいと思いますけど、幅の広いフォローなので全貌とかいうわけにはいかないので、ちょっと触りだけになるかもしれないですけれども、どういうふうに見分けていくかとか、それから今の治療はどういうふうになっていってるかとか、その辺を話していきたいと思います。皮膚がんの患者さんっていうのはもう急激に増えています。まあ、これは高齢化が一番の原因だと言われてますけれども、30年で3倍になっている。でも患者さんの数自体はそれほど多いわけじゃないんですね。10万人あたり20人弱っていうことで、だから男女合わせると10万人あたり40人とかいうところで、大阪でどの程度かっていうと、まあ、特別多いわけじゃないです。ちょっと秋田が突出している原因はちょっとよくわからないんですけれども、まあ、全体的にその紫外線をよく浴びる仕事をされている方の多い地方っていうのは多くなっている傾向はあるかもしれないです。じゃあ皮膚がんどんなものがあるかなんですけれども、主なものというのは上皮系って言って皮膚そのものから出てくる皮膚がんです。代表的なものは有棘細胞がんとか基底細胞がんといったものがありますけれども、それ以外に神経から由来するもの、あるいは寛容系って言って皮膚の深いところの組織から来るもので、それ以外に内臓のがんが皮膚に転移してくることがあります。だからこれを入れると人体にできるありとあらゆるがんが皮膚に生じることになります。で主に皮膚がんとして我々皮膚科医が取り扱うものとしてはここに挙げたものが主なものになります。で特に赤字で示している悪性黒色腫、メルケル細胞がん、血管肉腫っていうのが予後の悪いもの、転移を起こしやすくて予後の悪いものになりますし、茶色の字で示してます有棘細胞がん、パジェット病、あるいは付属器の悪性腫瘍といったようなものは進行するとやはり転移を起こしてきて経過が悪くなる。でまあ、悪性リンパ腫とか白血病というのも皮膚に生じるんですけれども、これはちょっと今回はお話をちょっとしないということで、上の9つを含めたところで話したいと思います。
で、皮膚がんの死亡率なんですけど、予後なんですけども、これ見ていただくと分かる通り、すごく予後はいいんですね。っていうのは、進行した例が割と少ない。で、見つかりやすいから早く見つかることが多いっていうことが一番の原因かと思います。でも、そうは言っても死亡者数っていうのはすごく増えてきてて、右肩上がりに増えている。で、悪性黒色腫も20年で 1.5 倍に増えてますし、その悪性腫瘍、それ以外のものは倍以上に増えてます。これはまあ高齢化と、あと一部にはやはり紫外線の影響があるのではないかと言われています。じゃあ皮膚がんというのはどんな形をしているのか、皆さんいかがでしょう。どういうものを思い浮かべられるでしょうか。悪性のものを疑わせる形として、やはり異常な形、デコボコしているとか、キノコ状でも変な形しているとか、その上にヴィランとか潰瘍を伴ってて出血してくる、あるいは浸出液が出る、あるいはそういうものがある下にも、皮膚の下にも何か硬いものを触れる、それから徐々に大きくなってきたものがある日突然急に大きくなり始めるとか、硬さが硬い、色調が変だとか、匂いがする。でもこんなすごい変な形してる割には痛いとか痒いがあまりないっていうのも一つの特徴かと思います。ものによったら普通の良性のものと見分けがつきにくいけれども、普通の湿疹とかの治療してても治らないっていうところも一つの特徴かと思います。で、後で言いますけども、やはり良性の疾患に似たものっていうのが結構あるのが問題点かと思います。外見的な特徴としては、やはりいろんな形を取る、でいろんな色を取るっていうのが逆に注意しなきゃいけないっていうところです。で、一番一般的な皮膚がんとしては有棘細胞がん、皮膚の表皮の中の有棘細胞から出てくるがんです。これはかつては一番多かったんですけれども、というのは何かの前駆症とか誘因、特に熱傷の斑痕とか外傷の斑痕から出ることが多かったんですけれども、熱傷の斑痕とかの治療をちゃんとするようになってからそういうものが減って、一時発生がちょっと増加のスピードが鈍ったことがあるんですけれども、最近また急に増えてきてます。っていうのは紫外線誘発、左側のこの鼻のところとか、右側のこういったものですね、高齢者の方の露口部に出てくる、そういったタイプが増えてきてるというのが一つの問題かと思います。で、形としてはいろんな形を取ることが多いんですけども、我々医師が一般的にがんって思う典型的な形をしている腫瘍というのは言えると思います。で、これは稀な腫瘍なんですけど、メルケル細胞がんといって神経内分泌腫瘍と言われるものの皮膚に出るタイプです。で、これはすごく稀で100万人に1人とかそのくらいのレベルだったんですけど、これも最近急に増えてきてます。やはり高齢化が一番の原因ですけれども、日光も影響すると言われてます。で、こういうこの腫瘍の場合はこういうつるっとした硬い腫瘍があって、赤みがある硬い腫瘍を作ることが多いのが一つの特徴です。で、皮膚がんの中で悪性度が高いことで有名なのが悪性黒色腫、よくほくろのがんと言われますけれども、ほくろそのものから出ることはそんなに多くないんですけれども、やはり黒いほくろみたいな腫瘍があって、あるいは色素斑があって、シミなんかからこう広がってくることが多い、そういうことでほくろのがんとよく言われます。で、その正体は何かというと、メラノサイトという色素を作る細胞から出てくるので、色素を作って黒くなっていく。で、これも白人だと露口部、日光の当たる場所に多いとか体に多いんですけれども、日本人の場合は手足とか足の裏、手のひら、それから爪のところに出やすいというのが一つの特徴です。こういったようにいろんな腫瘍がありますけれども、形を見てみると、盛り上がった腫瘍って作ってきた場合には火山の形に似てるんですよね。特に多いのがこのカルデラみたいな形とか、あるいはこう扁平で海洋溝があるとか、そういった形、あるいはさっきのメルケルみたいにつるっとしたこう溶岩ドームみたいな形とか、山に似てるといえば分かりやすいかとも思います。じゃあそんな主流を作るものばっかりかというと、そうじゃないのがちょっと困ったところなんです。腫瘤を作らずに平たくて湿疹とか炎症性のものにそっくりなものっていうのもあって、なかなか見た目で区別がつかないというのが一つの特徴でもあります。で、特に表皮の中の細胞から悪性化してくる場合というのは、最初この表皮の中で横へ横へと広がって、それがある程度するとこの表皮と真皮の境目の膜を破って下へ広がっていって、あるいは転移を起こしてくる、そういう形を取るんですけども、この中で広がってる時っていうのはなかなか平べったい形を取ってくるので分かりにくいです。例えばこれで日光角化症、あるいは光線角化症って言いますけれども、長年紫外線を浴びたことによって出てくる、もう表皮の中では眼化が起きてるんですけども、パッと見これちょっとかさぶたがついてて、ちょっと下が赤っぽいだけとか、これなんかちょっともう湿疹に似てますよね。赤くなってちょっと皮が少しむけてるような、あるいは かさぶたがついてるような形です。なかなかこれを見てここにがん細胞がいるとは思う人はなかなかいないとは思います。
それとよく似たもので膀胱病という膀胱さんという人が見つけてそういう名前がついてますけれども、やはりこういうふうなシミとかあるいは湿疹とかに似たような形を取ってきます。でこれを皮膚科医でも出始めの時はなかなかわからないんで、治療してて普通の湿疹の治療して治らないからおかしいなと思って調べるということもよくあります。でもう一つ厄介のがこの乳房外パジェット病。これも稀な病気ですけれども、外陰部とか脇の下とかアポクリン汗腺という汗の腺がある部分に多い、汗の腺へ分化していくがんが皮膚の浅いところ表皮の中に出てくる、すごく変わった病気です。でこう外陰部に黄斑が出たりとか、稀には脇の下、ここもアポクリン汗腺部位なんですけども、でそれからこういう黄斑の時はまだいいんですけれども、本当に白斑で色が抜けるだけとか、そういう極端な場合もあります。こういった形でもこれが癌っていうのはなかなか思わないですし、もう色が抜けてるだけとなるとこれが癌細胞がここにいるっていう、そう思える人っていうのはなかなかいないと思う。だからなかなか見つかりにくくて、進行してから、紹介されてくるっていうことがよくあります。これは老人の頭とか顔に出やすい血管肉腫って言って、皮膚科で扱う中でも一番予後の悪いのの一つですけれども、最初は市販とかで出てきます。だからちょっと頭ぶつけて、青たんできてるわっていうようなぐらいのものからだんだん広がってきて、これの怖いところは肺とかに転移を起こしやすくて、生命予後がすごく悪いということですね。で以前はよく効く治療もなかなかなくて、本当に2年生存率が出ないというぐらいすごく悪い病気でした。未だに治療が難しい病気です。こういったように本当に皮膚がんというのは見かけがすごく多彩です。だから見えてたはずなのに進行してから紹介されてくるということがよくあります。良性のものと間違えられることも多いですし、本当にそれががんと認識されないことも多いです。で要するに良性のものと外観が似ちゃうことが多いということですね。さっきも言いましたように、この表皮の中で癌化が起きると、そこの中だけで横へ横へと広がっていく。例えばこのメラノーマの元となるこの細胞がここで悪性化しても、この横の中だけ広がっていくだけだとシミにしか見えないんですね。だから人がいっぱい集まってるところ、これパッと見ても、あ、人がいるなとしか思わないと思います。でもよく見ていくと、スポーツの集まりだったり入社式だったり、ちょっとこれなんか悪そうな軍隊が集まってるとか、よく見るとそういうふうに見えます。だからこういうふうな腫瘍を上から見てるだけではなかなかわからない。本当にこの細胞がどういうものかっていうのをちゃんと見ないと診断がつかないということです。でもその細胞にしてもなかなか見分けがつかない時があります。でこれは湿疹の病変なんかですと、表皮の中にこう炎症の細胞が集まっていって、表皮が少し分厚くなっていってっていう状態をとります。ただこれがさっき言いましたパジェット病とか膀胱病でもこの同じような構造をとってきますし、悪性リンパ腫なんかだと本当にこの入っている細胞が良性のリンパ球なのか悪性のリンパ球なのかっていう違いだけなので、外観が全く湿疹にそっくりになっちゃいます。ある程度進行してきてやっとわかるっていうぐらいなので本当に難しいです。だから湿疹皮膚炎とよく似た見かけになって間違えるものがあるっていうのが結構あるんですね。これも皮膚科医であっても見間違えてしまうことは往々にしてありえます。治療が効かないとかいうことは一つのポイントになりますけれども、じゃあ色について考えてみますね。先ほど出た悪性黒色腫です。でこれはメラノサイト、色を作る細胞から出てくるがんなので、すごく黒い色を取ってることが多いです。じゃあ黒いものは全部悪いものかっていうことなんですけども、一般的にはその黒っていうのは悪者っていうイメージがありますけれども、これ実は欧米のキリスト教的な価値観から来るものらしいんですよね。日本だと死は白い色で白装束でっていうようなものだったらしいんですけれども、なんせ黒っていうとなんか悪いっていうイメージがありますけれども、主要でいくと本当にそうなのかなんですね。でこれ脂漏性角化症って言って一番ありふれた良性腫瘍です。よく老人性のイボと言われるものですけれども、まあ、僕も首とかにありますけれども、二十歳過ぎたら出てきても不思議じゃないですけれども、茶色いものからちょっと黒っぽかったりで真っ黒だったり、色は様々です。で基底細胞がんと、これはがんって名前はついてますけど、転移はほとんどしないです。ただその場所をどんどん壊していく。で特に目の周りとか鼻のところに出やすいので、そこを壊されると大変なことになるので、がんとして取り扱います。でこれも黒いことが多いんですね。アジア人の場合、黒くなることが多いですけれども、欧米の人の場合は色がないことが多いです。こういったこれは日本人の症例ですけれども、全然ほとんど色がない、ここにちょこっと色があるだけっていった、そういうタイプが出ることもあります。だから黒が必ずしも悪いというわけじゃないんですよね。メラノーマっていうのはこの表皮の中のこういうメラノサイトっていうのが悪性化していって、このがん細胞自体が色を作ってるために黒くなります。
じゃあさっき出た基底細胞がんとかそういったものはどうかなんですけれども、そういったものはもともと表皮の角化細胞なので色を作る能力はないんですけども、じゃあなぜ黒くなるかなんですけれども、こういったがん細胞の間にこのメラノサイトが一緒に住み込んでて、でそれが色を作って周りの細胞に渡すために黒くなるということが分かっています。だから腫瘍細胞自体、がん細胞自体は色を作らないんだけれども、色を作る細胞が一緒に住み込んじゃう、そういうことです。だから有色人種の場合にはこういった傾向が強くて、どんな腫瘍でも色を持ってくることが往々にしてあります。だから黒いものイコール悪いものということにはならないです。逆にその見分けが難しい場合がありますよね、黒いものもね。皮膚がんというのは色が本当に様々で、黒色腫の中でも色のバリエーションがありますし、一つの腫瘍の中でも同じ色とは限らないです。だからそういったものを見分けるために最近はダーモスコピーというものを用いて、色のつき方、色のパターンとかを見ていくというのが盛んになってきて、これでかなりの見分けができるようになってきています。例えばこれは基底細胞がんなんですけど、こういった黒い塊があって、そこに血管が増えてくる、木の枝みたいな血管が出てくるっていうのが特徴ですし、これはスネのところにできたメラノーマですけれども、色の濃淡があってこう不規則に色が広がっていくっていう特徴があります。だからこういったもので見分けていくことができます。ただ、まあ、最終的な診断っていうのはやはり病理組織、その細胞がどんな細胞かっていうのが大事ですので、生検を行うっていうのが必要です。ダーモスコピーで診断がつけば、もう最近は生検を省略する場合もありますけれども、手術を決めるためとか、いろんな、あるいは治療の適用を見るためとかで、いろんなことで生検っていうのはかなり重要なものです。じゃあそれでは実際の治療はどういうふうにしていくかなんですけれども、まあ、皮膚がんというのはがんの中でも一番表にあります。外から見えるところ、外から触れるところにありますから、一番確実な治療法というのはやはり外科的に切ってしまうことだし、切ってのけることが一番簡単、一番容易ながんではあります。例えばこんな大きさのものがある程度な深さがあるものとしてお腹の中にできたとして、それを局所麻酔で取ることはできないですけれども、顔でこの大きさだったら局所麻酔で取ってしまい、体に対する負担は少なく簡単に手術できますね。その点が全然違うところだと思います。ただ取る場合、腫瘍に応じてこういうふうにある程度の切り代をつけて、サージカルマージンって言いますけれども取ります。これはなんかむやみやたらとこうこの程度取れば大丈夫だとか言って取ってるわけではなくて、世界的にいろいろ研究がされて、何百というような患者さんを集めて取ってみて、その経過を見て、このくらいの距離だったら大丈夫とかいうような決まりが出てきてます。そういう決まりに基づいて手術するようになってます。だからもう数集めていくと、大体も世界に頼った基準になってきて、これはメラノーマの基準ですけれども、ごくごく早期のものだったら大体5ミリ以下、日本はもう3ミリでもいいというふうになってますけども、あとはメラノーマっていうのはこの腫瘍の組織の厚みによって用語が違うので、それに合わせて1センチから2センチぐらいで取る。でも2センチ以上離しても、まあ用語があまり変わらないということに分かってますので、この時はイギリス3センチですけども、もう今はヨーロッパ全部2センチになってきてます。だから全体的にもう世界ほぼ統一した基準で取っていくということになっています。他のがんも徐々にそういった基準ができています。じゃあ手術だけが万能なのかっていうと、決してそうじゃないですね。これ血のメラノーマの方ですけれども、これもし手術するとしたら大変なことになります。これも裏側までありますし、血の角からちょっと下の方まで少し広がっているから、口全部取らなきゃいけないです。再建するって言ったらもう大変ですし、お年の方でそんなのなかなかできないですね。でこの方はどうしたか、ここちょっと色だけ残ってますけど、これはもう 色が残ってるだけで腫瘍は全部死んでますけれども、これは粒子線治療をした方です。昔だと本当にすごい手術をするか、もう手術を諦めるかっていうような症例でも、今は放射線とか新しい治療ができてきてるということです。ただ手術にしても放射線治療にしても、切った場所あるいはその放射線を当てた場所だけ効果が出るわけで、どれだけ進んだといっても今のところは局所的な治療です。ただがんっていうのはやはり進行すると全身に転移を起こしてきますから、これだけで全てを治すということは到底無理なわけです。だから予防より良くするためにはさらに工夫がいるということで、手術に加えて、あるいは放射線に加えて化学療法というのは今まで行われてたわけですし、最近はそれに加えて分子標的療法とか免疫療法とかいうのを組み合わせるようになってきて、これをいかに組み合わせていくかっていうのが今の課題で我々が取り組んでいるところです。
じゃあ皮膚がんに対しての薬物療法はどうかということなんですけれども、残念ながら今までなかなか効果のいいものってなかったんですね。なんでかというと、決してサボってたわけじゃなくて、なかなかいい薬が作れなかった、出てこなかったということと、もう一つは症例数の少ないものもありますし、症例数が多くても重症例が割と少ないっていうようなことがあって、開発が進まなかった皮膚がんもあります。だから治験をしようと思っても十分な症例が集まらないし、重症例がたくさんいないんだったら企業としては開発してもそのコストを回収できないから積極的にならない。こんないろいろな悪い条件が重なって、なかなか開発が進まなくて本当に困ってたっていう状況が続いてました。でそれが最近変わってきたんですけど、まあ、それをちょっとメラノーマを例にとって話していきたいと思いますけども、さっきから言ってる悪性黒色腫ですけども、これもギリシャ時代にヒポクラテスが記載した、紀元前に記載したっていうのが最初で、もう紀元前から人類が悩まされてたわけです。でそれと同じ頃の南米のペルーのミイラの研究でメラノーマの骨に転移している跡が見つかってます。本当に人類が何千年にわたって悩まされてきた病気ということになります。日本でも少ないといっても症例数増えてきてますし、死亡者数は過去30年で3倍になっています。世界的に見ると、まあ、アメリカ人口多いのですごく多いんですね。年間7万人とか、もう今9万人近いかもしれないですけども、で年間に1万人の方が亡くなられている。世界で一番発症率が高いのがオーストラリアとニュージーランドですけれども、まあ、これは紫外線の強いところに白人が住んじゃったのでそれが原因と言われてますけれども、年間1万3000人とか出て1600人亡くなる。で日本はだいたい10万人あたり2人ぐらいって言われてて、年間2400から500ぐらいで、亡くなる方がさっきも示したけど650人程度ということで、患者数少ないんですけども重症の方っていうのは意外と多いんですね、数としては。メラノーマ一般的にはこの4つのタイプがあって、この日本人アジア人に多いこの手足とか手足の足の裏爪のところに出る末端黒腫型っていうのと、白人に多い足とか腕とかあるいは体に出てくるベタッと横へ広がるようなタイプの表材拡大型とか、これが一番多いんですね。で、まあ、アジアではこれが多いと。ただこういったものも分子遺伝学の発展とともにすごく変わってきまして、今は紫外線の影響とそれに関係した遺伝子の変異とで分類を分けようという試みがなされて、それがだんだん進んできまして、一昨年出た WHO の分類ではそういうのが提唱されました。だからロー CSD というのは、まあ、紫外線当たるけどもそんな強くない、腕とか太ももとか足とかそういうとこですね。でハイ CSD というのは顔とか手の甲とかすごくよく紫外線の当たる部分、それによって遺伝子の変異も違うしということで、それで分けると。で日本人に多いこのアクラルテ、これが手足のタイプですけども、あの足の裏とか爪のタイプですけれども、これは紫外線がほとんど当たらないというタイプの中の一つということで、最近はこちらのこの2つを皮膚型って言って、こちらは特殊型って言って皮膚に入れてもらえない時もあります。そういうふうにあの考え方が徐々に遺伝子変異を中心として変わってきてます。どういうふうな治療をしてきたかですけど、やはり、まあ、昔は手術しかなかったわけで、もうすでに100年以上前にある程度離してリンパ節も取ってっていう手術法が出来上がってます。だからそれがずっと100年ぐらい続いてきたわけですけれども、その先転移とかを抑える治療というのがなかなか進まなかったわけですね。だから1970年代まであまり有効な抗がん剤がなかった時代っていうのは、もう進行期だともう5年は生存率がゼロと、もうすごく悪いっていう、そういう状態が続いてました。でその後あのダカルバジンという抗がん剤ができたんですけれども、それでもやはりあまり長期の効果は出なくて、ずっと我々悩んでたんですけれども、それがここ数年急激にパラダイムシフトが起きて状況が一変してきました。それを起こしたのが何かっていうと、ノーベル賞を取った免疫療法 PD-1 抗体とか CTLA-4 抗体というのと、でメラノーマの分子遺伝機構が分かってきて、電子機構が分かってきて、それに対する標的薬ができた。これがほぼ同じ時期に開発されてきて大きな変化が起きました。でまずこの標的療法の方ですけれども、メラノーマに関してはラス、チロシンカイネスというチロシンキナーゼからラス、ラフ、メック、アークというのを通ったこの経路の活性化が起きると、腫瘍がどんどん増殖していくということが分かりました。だからこれをブロックすることによって、その薬を開発してこれを止めようということで、まずここの BRAF っていうラフのところを止める薬ができたんですけれども、その BRAF の変異っていう、この遺伝子の変異っていうのは、やはり体幹のメラノーマ、さっきのこれ WHO の分類でいうと
ある程度紫外線に当たっているところにできるメラノーマに多いということが分かっています。で、日本人の場合、この BRAF の陽性率というのがあまり高くないというのは、その体幹にできる、体にできるメラノーマよりも手足にできるメラノーマの方が多くて、手足にできるのが全体の4割から5割ありますので、どうしてもこれの遺伝子変異の率が白人に比べると少ないということで、この薬の恩恵を受ける人の割合というのがどうしても白人より少なくなります。で、この BRAF の変異を抑えるお薬というのはすごくよく効きます。効く人には。有効率も高いですし、劇的に効いてあっという間に治るんですけども、また再発しちゃう。耐性ができて半年とか1年で再発してしまう。元に戻っちゃうというのが、それがすごく問題でした。で、それを何とかしたいということで、このラフだけじゃなくて、その下のメックというところも阻害する。だからこれを通り抜けてこっちへ行ってしまうのを下でまた抑えるっていう、そういう治療、2箇所で抑える、2つの薬を使うっていう治療が開発されて、効果が良くなってきています。で、今、日本ではダブラフェニブとトラメチニブという薬と、エンコラフェニブとビニメチニブという、この2つの組み合わせが保険通ってます。で、日本で発売されています。効果としては全体的に効きがすごく早いということと、 LDH という血液の検査の値が低い方で、転移の数があまり多くないという人はすごく効きがいいです。1年で単剤だと、ビラフ阻害薬単剤だと1年で切れてたのが、なんかこう長く長く効果が出るということもだんだん分かってきました。で、特に早い段階で寛解に達した人っていうのはすごく経過がいいんですね。生存率でいくと5年ですごくいい結果が出てます。だからこの症例を選んで使えばかなりいい結果が得られます。じゃあもう一つの免疫療法ですけれども、これもすごくいい結果が出て、ペンブロリズマブというのとニボルマブ、プジーボとキートルーダーですけども、日本で発売されて我々使ってますけれども、効いた人には何年も長持ちするという特徴があります。もう一つの抗 CTLA4 抗体、ヤーボイですけれども、これはこの2つの PD-1 抗体ほどの効果はなくて、やはり長持ちするんですけれども、有効率がそれほどではないし、副作用も強いということで、今は第一選択として使うことはなくなっています。我々のところの症例ですけれども、鼻のメラノーマで手術後にリンパ節転移とか肺転移をきたしてきた方に、プジボを使って、もうほぼ消えて、でもう今3年再発もなく経過しています。これどういった薬かっていうと、今までも聞かれてること多いと思いますけれども、要するに腫瘍があると、腫瘍からの働きかけで免疫の細胞 T 細胞が腫瘍を攻撃するのをサボってしまうんですね。だからそれを復活させるために、そのサボるとこの経路を薬でブロックして、もう一度 T リンパ球に攻撃能力を与えるシグナルを伝える、そういうお薬です。で、PD-1 抗体の方がより腫瘍細胞に近いところで働くので、効果も良くて副作用が少ないということが言われています。だからこの CTLA4 抗体と PD-1 抗体というのは、作用するところが完全に一緒ではない、違うところで作用するので、この2つを一緒に使えばいいんじゃないかということも考えられました。で、それでオプジーボとヤーボイというのを PD-1 抗体と CTLA4 抗体を2つを一緒に使うという治療ができて、これはすごくよく効くという結果が出ました。効果の発現が、普通 PD-1 抗体だと2ヶ月とかかかるのがもう少し早くなるし、走行率も高い、 PD-1 抗体と一緒で持続することが多いっていう、そういうふうな特徴があって、これだけ聞いてるとすごくいい治療なんです。そういうことでこの2つの薬がノーベル賞をもらわれたわけですけれども、いいことだけじゃなくて、やはり副作用がすごく問題となってます。特にその免疫をいじるっていうことで、免疫の暴走が起きてしまって、いろんな免疫の副作用が起きてくる。症例が増えるにつれて副作用の種類も増えてきて、本当にありとあらゆるものが出てきてます。これが PD-1 抗体と CTLA4 抗体では副作用のちょっと出方が違います。それに注意が必要ですけれども、いずれにしても早く見つけること、早く気がつくことが大事なんで、こういう治療をされる場合にはご本人だけじゃなくて、周りのご家族とか周りの方も副作用に注意をするっていうことが非常に大事です。で、さっき言いましたこの併用療法ですけれども、グレード3、4という、ちょっと強い副作用が全体の半分以上に出ます。で、そのため治療が中断してしまうことも往々にしてあります。起きやすいのは下痢とか腸炎ですね。あと肝障害というのが非常に起きやすいです。ただこの治療の場合、中断しても効果が続くことがあって、中断することが必ずしも悪い方に働くというわけではないというところが一つの特徴です。ただやはり強い副作用というのは、我々医師とか医療サイドの手間もかかりますし、
薬剤費も高くなる、いろんな副作用が出るので、単一の蚊だけではなかなか対応できなくて、いろんな治療科とかいろんな職種の共同作業が必要になってくる。そういった点で慣れた施設でないとちょっと対応が難しいというところはあります。免疫療法の特徴としては、免疫のスイッチのオンするっていう治療なんですけども、いつスイッチがオンになるのか、いつオフになるのかっていうのが全く調整できないというのが、あなた任せなところっていうのが問題ですね。で、分子標的薬っていうのはオンオフは割と簡単なんですけれども、オフになりやすい、免疫療法ほど長続きしないっていう、カラータイマーが早く切れちゃうウルトラマンみたいな、そういうところはあります。ただどちらの薬もどういったものに効くか、どういったものに効きやすいかっていうのが割と特徴がよく似てて、さっきの血液検査の LDH っていうのが一番指標になります。これが高いと効きが悪くて、転移している臓器数とか転移している個数が多いと効きが悪い。特に脳転移がある場合にはちょっと効きがあまり良くない。そういったところがあります。ただ最近は脳転移でもある程度の効果がある。特に症状の起きていない初期の脳転移だと結構効くっていうことも報告されています。じゃあその分子標的療法と免疫療法と一緒に使えばいいんじゃないかっていう、そういうことも考えられて、今日本も含めて治験が行われています。我々も参加して治験を行いましたけども、これはもうすぐ結果が発表されると思いますけども、まだ今のところここで言えるような結果はちょっと出てないです。じゃあそういった免疫療法というのはメラノーマだけなのかっていうと、そうではないっていうことも最近分かってます。で、こういった免疫療法の効果を見るのにテューマーミューテーションバーデンっていうのが関係すると言われてて、これは雑多な遺伝子変異の数みたいなものなんですけれども、これが多いほど免疫療法が効きやすいと言われています。従来はメラノーマが悪性黒色腫が一番これが多くて効きやすいんだって言われてたんですけども、最近の研究だと SCC ですね、さっき言った有極細胞がんとか基底細胞がんっていうのも、実はこれがメラノーマよりも多くて免疫療法が効きやすいんじゃないかということが分かってきています。でメルケル細胞がんというのもある程度効くんじゃないかとが言われました。ということで、メルケル細胞がんに関してはそういった治験がなされて、これは PD-1 抗体じゃなくて PDL-1 抗体というのの治験の結果ですけれども、まあ、30% ぐらいに効果が出て、で CR というですね、完全寛解に入る方もある程度の数が出るという、まあ、いい結果が出たので、これは我が国でも1年半ほど前から使えるようになっています。さらにフェンピリマブという新しい PD-1 抗体ですけれども、それが海外で治験されて有極細胞がんにすごく効いたという報告が出ても、これ海外で使えるようになっている国があるはずです。そういったことで、今免疫チェックポイント阻害薬というのは本当にいろんな話題になって、何種類も開発が進んできています。で皮膚がん以外に肺がんだとか尿路のがんとか、あるいは血液のがんとか、いろんなものに使われるようになってきてますし、これが今後の治療の一つの中心、あるいはこれを中心として他のものを組み合わせてっていうことが今盛んに行われ試されています。がんっていうのは遠隔転移を起こしますし、特にメラノーマの場合は早期から転移を起こしやすくて、そのうち 90% は所属リンパ節、腕だったら脇のところ、足だったら股のところ、所属リンパ節に転移しますけども、残りの 10% は最初から内臓とか脳とかに転移を起こすっていうことで、非常にそれが今まで問題になってたわけですけども、そういったものも免疫療法とかで抑えられるようになって、分子標的療法とかでも抑えられるようになってきたっていうのが非常にいい点ですよね。ただそういったものを、じゃあもっと治療の効果を上げようと思えば、進行期になってその病性を抑えるっていうのは本当に難しいことです。じゃあそうじゃなくて、再発させないように手術の後で術後療法を加えて、こっちへ行かないように治す方向に持っていけないかっていう、こういう術後補助療法っていうのが当然考えられるわけなんですけれども、これに対しても免疫療法あるいは分子標的療法両方とも試されていい結果が出たので、メラノーマに対して日本でも使えるようになりました。従来、まあ、インターフェロンとかダカルバジンっていうのが使われてたけども、全然いい結果出なかったんですけれども、だから従来のスタンダードな方法としてはもう術後は無治療で経過観察するっていうふうになってましたけれども、我々考えてましたけども、こういう新規の分子標的療法内服とか、あるいは PD-1 抗体の点滴っていうのが出てきて、でこれはステージの3位以降に使うようになって、1年間投与してあとは経過を見るっていう、そういう使い方をします。じゃあそれ以外にもっと手前で術前にも何か使って抑えとけばいいんじゃないかということも当然考えられるわけで、これに関しても今の分子標的薬とか免疫療法とかで治験が行われてます。でもちろんメラノーマだけじゃなくて、これ最近出た報告ですけれども、ニボルマブ、フジーボをメルケル細胞がんの術前に使ってということで、なかなかいい結果が出てます。まだ海外での試験だけですけれども、
大体 50% ぐらいがもうこの術前の投与だけで完全寛解になってと、そういったデータですね。それ以外にも先ほど言いました放射線療法と免疫療法を組み合わせる、あるいは分子標的を組み合わせるっていうのもいろいろされてます。特に免疫療法との組み合わせというのが有望と言われていて、これはうちの実際の症例ですけれども、目の奥にできた副鼻腔にできたメラノーマなんですけれども、放射線療法を行ってそれからキートルダという PD-1 抗体を投与して完全寛解になって、もう今3年間寛解を維持しています。で、肺転移もあったんですけど、それも綺麗になってます。で、こういったように従来の治療にか、あるいは化学療法に新しい治療を組み合わせていくことで、今まで難しかったがんの治療、特に皮膚がんの薬がなかったんですけれども、それが少しでもいい方向に向かうようにということで、今いろんな試みがなされているわけです。ということで、まあ、雑多な話になりましたけれども、ご清聴ありがとうございました。伊勢先生、ご講演ありがとうございました。ここからはですね、ディスカッションセッションということで、伊勢先生にですね、いろいろと質問をしていければと思っております。このセッションからはですね、中川先生、武田先生にも加わっていただいて、質問をしていければと思っております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずはじめに伊勢先生、ご講義どうもありがとうございました。皮膚がんといったところで幅広いテーマでやっていただきまして、比較的オンコロでもですね、メラノーマという形でやらせていただいたりとかは多いんですけれども、このかなり広い感じでやるのは初めてでございました。で、まず先生、最初の質問なんですけれども、皮膚がんというのは表面に出るがんということで、見分けるのは難しいんですけれども、表に出るということで気づきやすい、ただ診断が難しいといったところが挙げられてたかと思うんですが、気になるような皮膚の症状があったときに、一般の皮膚科に患者さん行ってですね、診断していただけるのかどうかというのがですね、とてもよくある質問なんですが、先生、そのあたりはいかがでしょうか。皮膚科医っていうのは一応全部勉強してるはずなんですけれども、どうしてもやはり炎症の方を主にやってきた方とかっていう方もおられるので、得て増えてはあるとは思います。ただダーモスコピーの普及が進んできたので、かなりいろんな方が診断をしやすくなってる時代ですし、怪しいと思ったら、まあ、上級医に、あるいは上級の施設に紹介するっていうことも進んできてますので、まずおかしいなと思ったら皮膚科を受診、それはどこへ行かれてもその大丈夫だと思うんですけど、まあ、皮膚科の専門医を受診されることはお勧めしますけれども、皮膚科と挙げて標榜を挙げられてても皮膚科の専門じゃないっていうこともありますので、ダーモスコピーの検査とかもできる皮膚科の専門医を受診するのであれば問題ないかと思います。ありがとうございます。ちなみにこのダーモスコピー検査がの診断にかなり重要な役割を示している、まあ、出し占めているというようなことなんですが、その普及率というのはどのぐらいなんでしょうか。ちょっと率まではわからないですけれども、かなりの率だと思うんですけれども、そうしますと皮膚科の専門医のところで見ていただければ、そのあたりは検査いただけるというような認識でいればよろしいですかね。そうですね、ほぼそういうことになるかと思いますけど。ありがとうございます。その手術、第一治療は手術ということで、切ってしまえば、まあ、治る可能性も十分あるというようなところで、一方で重症化するとなかなか厳しい部分もあるといったところでございますけれども、はい、このメラノーマが、まあ、特にメジャーではありますけれども、治療がですね、かなり最先端をいったといいますか、例えばその免疫チェックポイント阻害薬ですね、ニボルマブですとかイピリムマブとかといったものが、まあ、最初に出てきたような領域かなと思うんですが、中川先生、メラノーマの次でですね、非症細胞肺がんとかでもですね、その免疫チェックポイント阻害薬というのが出てきたんですけれども、その取り扱いにあたってですね、いろいろと伊勢先生も副作用の注意事項というのがあったんですけれども、何か患者さんが気をつけていくべきですね、免疫チェックポイント阻害薬を使うときにですね、そういった何か患者さんに伝えられることというのはあるんでしょうか。患者さんが免疫チェックポイント阻害剤を使われるときに、患者さんが気をつけておくべきことということでよろしいですか。はい、お願いします。そうですね、患者さんは初めて皮膚がんになられて薬物療法を受けられるという時に経験がないわけなので、これからどういうことが自分の身に起こるんだろうということをとても心配になられると思います。で、免疫チェックポイント阻害剤によって生じてくる作用なんですけれども、これは体の中のあらゆる部分に作用が起こるということが特徴だと思います。それ以外に、例えば分子標的治療薬なんかであれば、分子標的治療薬はターゲットにする分子があるわけです。で、そのターゲットにする分子がたくさん現れているところに作用が大体使い始めてからすぐに出る。
ていうようなことが予見できるのですけれども、しかし免疫チェックポイント外剤は体中あらゆるところに対応が出る可能性が、そしてそれがじゃあ治療をし始めたらすぐに出るかというとそうではない。だからいつ何時このそういう副作用が作用とわからないようなことをようにして起こってしまうことが起こりうるというのが、まあ、一番の特徴である。予見することが非常に難しいですね。したがって患者さんは起こりうる全ての副作用を知っていなければいけないかというとそうではなくって、どこであったとしても何かおかしいというふうに思われた時には必ず先生に報告をしていただくということですね。症状が激しい場合には、まあ、受診日を待たないでも電話をしてどうしたらいいのかといったことを、どういう症状が出ていてどういうふうにしたらいいか指示を受けていただくといったことが大事ではないかというふうに思います。異常を伝えるということですね。中川先生ありがとうございます。患者さん、あとご家族という声もありましたけれども、ご自身ご家族の体調の変化にもしっかり気づいてちゃんとそれを先生と相談するといったところが大事といったところですね。ありがとうございます。伊勢先生、続いてですけれども、メラノーマではそのもうすでにですね、免疫チェックポイント阻害薬の併用療法、イピリムマブ、ニボルマブといった併用療法がもう承認となって使用されているわけですけれども、その併用療法をすることによって先生のスライドでも比較的重篤な副作用が半分ぐらいの方で出てくるといったところがあったと思うんですが、併用療法となってくるとよりそこは慎重にならないといけないということなんでしょうか。かなり重症の副作用出ますし、そうでなくてもやはり副作用が長引く場合もありますので、かなり慎重に対象を選んでやる必要があるとは思います。で、うちの施設は併用を積極的にやってるのでかなり慣れてきたっていうところはありますから、併用を使う人が多いんですけれども、副作用に関していろんな診断を仰がなければならない、あるいは協力を仰がなければならない、そういう場合があります。うちの場合、併用の場合は腫瘍内科のドクターも一緒に見てもらってという形を取っていますし、だから協力体制をちゃんと作れるところでないとなかなか難しいかなというのはあります。ありがとうございます。武田先生にお伺いしますけれども、 WJOG さんでもですね、併用療法といったものもいろんな眼種でやってきていて、今後ですね、非小細胞肺がんでもですね、おそらく承認になるんじゃないかという形で出てきておりますけれども、副作用はやっぱり気をつけないといけないんですけれども、その分ですね、その効果も認められてきているというような理解でよろしいんでしょうか。併用療法の先生、そういった効果とかのご理解というのは教えていただいてもいいですか。はい、やはりその併用療法、副作用は強くなるんですけども、なぜやるかというと、やはり効果が、まあ、良くなる、強くなる、高くなる、まあ、ここを期待しているわけなんですよね。で、実際に臨床試験で、まあ、そういうようなことがしっかりと証明もされておりますので、あとは、まあ、できるだけ副作用を軽く抑えて効果を得る。これがまあ一番患者さんにとって望むところでありますので、今伊勢先生たちが言われたようにチーム医療などといったそういうような方式をとってですね、副作用をできるだけ少なくする、こういうようなところで、まあ、治療効果は最も最大限の効果を得ると、まあ、こういうようなことで治療をやっております。ありがとうございます。今武田先生の言葉でも出てきましたが、チーム医療といった言葉がですね、最近ホットなワードなのかなというのをすごく感じているんですけれども、伊勢先生と中川先生それぞれにお伺いしたいんですけれども、じゃあ具体的にじゃあチーム医療という形でどのような連携を取り合いながら先生方またはその医療従事者の皆さんでですね取り組んでいるかっていうのを何かご紹介できるものはありますか。まず伊勢先生の方から何かチーム医療について具体的に教えていただいてもいいですか。うちの場合も院内で免疫療法の委員会というのを立ち上げて、腫瘍内科の部長先生が主になって、私がサブチーフという形でいろんな顔を集めて即応体制が取れるように、でその院内のメーリングリストみたいなのもあって、で何か困ったら即相談できる、そういう形にしています。で、まあ、月に1回とかミーティングをして問題点を洗い出して、で時々その勉強会もやってて、そういうような形、まあ、これはドクターだけじゃなくてナースサイドとか薬剤部とかそういったいろんな職種が集まっての委員会 で相互に風通しを良くして、で今どういう科がどういう治療をやっててというふうな情報も共有するようにしています。だから例えば併用療法ですと皮膚科でメラノーマやってますし、泌尿器科で腎がんでやってますの でそれぞれ副作用出た時に即他の科から意見をメールで伝えるとか、そういうふうな形ができるようにしています。ありがとうございます。中川先生いかがでしょうか。
はい、私たちも定期的に勉強会を一緒にやっている。勉強会といいますか、免疫の薬で生じてくる重篤な作用というのは頻度はそれほど高くないことが多いんですね。ですから一人のお医者さんでいろんなものをこうたくさん経験するということは不可能ですね。だから使っている免疫チェックポイント阻害剤で治療しているときにやっぱり気づきにくいというそういうのが一番の落とし穴だというふうに思っています。したがってどういう IRAE という免疫学的な副作用が経験した人たちはこんなのがありましたよということを常に提示していろんな人たちとこういう経験を共有するというようなことをやっています。もちろんそういうふうにしていろんな先生方や看護師さんやいろんな人たちと顔見知りになって共通の知識を持つようになるというようなことをにやっていってるというかね。そうするとじゃあこういう場合にはどうしたらいいのかっていうふうなことが自分がもし経験していなくてもそういうことを共有していくことができる。でこんな場合だったら誰に相談すべきかということも常にこのそういうディスカッションで明らかにあるそういうやり方というのも共有するというふうなことが私たちの病院でやっているチーム医療ちょっと、まあ、普通言われる分担をしてとかいうようなこととは若干違うんですけれどもお互いの情報を共有していくことというのが免疫チェックポイント阻害剤の場合には、まあ、有効なチーム医療につながっていくというふうに思います。中川先生ありがとうございます。そうですね、チーム医療と言っていてもすごく具体的なお話を聞けたのかなといったところで先生方もですね新しい治療法を使う上ですごくもう勉強されながら情報共有されながらしているといったところがよく分かりました。ありがとうございます。続きまして伊勢先生またですね皮膚がんについてなんですけれども今新しい治療法がどんどん出てくる中で分子標的薬もですねダブラフェニムトラメチニブですとかエンコラフェニブですとかねそういったところが新しく出てきた分子標的薬とあとは免疫チェックポイント阻害薬の登場といったところです。今後はその栄養療法といったところもなんか進んでいるような印象を受けるんですが分子標的薬ですとかその免疫チェックポイント阻害薬以外に腫瘍溶解性ウイルスのような TBEC ですとかそういったところ HF10 とかですかねそういったところもですねメラノーマの領域では聞くことがあるんですが先生その新しいそういった治療法というのは今開発状況はいかがなんでしょうか。治験を行っている、まあ、ほぼ終了しているような形で HF10 の場合はちょっと残念ながら開発を諦めるとメーカーの方からそういう形になってしまいましたけれども私が思うにはそれ決して悪いデータではなかったし海外のドクターとかもういいデータだとかって言われたんですけどもエンドポイントとマッチしなかったというところがあってうまくいかなかったですけれども TBEC に関しては今治験をやっているところです。海外ではどちらもおそらく承認の方 TBEC もすでに承認されています。ただ、まあ、単剤でどうこうというお薬じゃないとは思うんですね。やはり免疫チェックポイントと阻害薬と組み合わせて効果を出すっていう薬になっていくものと思っています。ありがとうございます。患者さんの声をですねよく聞くとですね新しい治療法を心待ちにしているような声をよく聞くのでですねそういったその新しい治療法も今後出てくる可能性があって開発中ということですね。武田先生にお伺いします。こういったですね新しいその治療法の開発についてその、まあ、皮膚がんも含めてですね何か全体的なトレンドみたいなものがあれば教えていただけますか。はい、とにかく今免疫チェックポイント阻害剤このような薬が免疫療法の薬が非常に今実際に出てきてで臨床で使われてそしてまたいろんな併用療法とかそういうようなことで今いろいろ研究されております。その他にも特に分子生物学的な分子標的がどんどん新しいのが見つかってきますので、まあ、それに対する分子標的薬っていうのも開発されていくんだろうと思います。おそらく遠い将来のことは分かりませんけどもここ数年というか10年20年っていうようなところはこの2つの薬剤の開発ということで進んでいくんじゃないかなというふうに私は考えております。ありがとうございます。今回ですね中川先生も一緒に参加していただいてますけれども皮膚がんの領域とですね肺がんの領域ですかね治療法がですねその結構似てるような部分もあるのかなという印象があってですね例えば非小細胞肺がんではメラノーマで使われていた BRAF 遺伝子のお薬が使えるようになったりとかですねあると思うんですが新しい治療法とかに関してですねなんか皮膚がんについて先生ご自身で何か思われているようなこととか何か注目されているようなことって何かありますか。
免疫チェックポイント阻害剤の開発に関しては、メラノーマでの臨床研究というのが先行してされましたので、免疫に関する治療というのは、先を言って、有効性も高いということもありますので、そういう領域だということで、メラノーマの領域から新しい治療方法、併用療法はもうかなり前から、イピリムマブとニボルマブ、併用療法というのはもうやられていて、肺がんもおそらくあまり遠い将来ではなくて、非小細胞肺がんに対しても承認されるであろうというふうに思われますので、そういう意味では、皮膚領域の新薬開発に私たちが後を追っているというふうなことが言えるかなというふうには思います。ただ、固形がんの中では、免疫に関するこのすごい勢いで治療成績を押し上げてきたという、これは、もうある一定、なんていうか、ちょっととどまっているというか、その先の発展というのが、なかなかブレイクスルーがないような状況で、もう一段落ついたかなというふうな感じになっています。いろんな併用も試みられてはあったんですけれども、ほとんどは失敗しているというふうに考えています。肺がん領域ではですね。したがって、これからさらに免疫でそれを治療に生かしていくよう、いけるような体制、2割ぐらいの固形がんの人が非常に良い成果を受けるというふうな今の状況を、メラノーマのように 40% とか、そういった 50% といったそのレベルに上げていくためには、かなり本質的なブレイクスルーが必要だ。そのブレイクスルーというのは、やっぱりまだ知らない。なぜ効かないのか。なぜ効くのかといったところのメカニズムをもっと明確に私たちが知ることができると、そういう段階に新しい発展というのが生み出せるのかなというふうに思っています。それから、固形がんの領域では、次の時代の大きな発展をもたらすのは ADC 薬だろうというふうに思っています。ADC 薬というのは、抗アンティボディドラッグコンジュエートで、アンティボディと抗体ですね。抗体に抗がん剤が付けられているお薬で、従来の抗がん剤治療の進化した形というふうなことになるんでしょうけれども、やはり今まで殺細胞性抗がん剤での治療効果とは、やはりだいぶ違う。分子標的薬の領域に適するぐらいの有効性、それから長い治療効果、そういったものが期待できるようになってきている。そういう意味では、次の時代を開くのは、ちょっとこう、免疫の方はお休み。それから、分子標的薬の新しいターゲットっていうのも、若干お休み。で、そして、その次の時代を築いてくれるのは、やはり ADC 薬が登場することだろうというふうに思っています。中川先生、どうもありがとうございます。伊先生、あともう時間もいくつかですので、もう一問だけ質問させてください。治療の中で、術前補助化学療法、術後補助化学療法というような形でもご紹介があったんですけれども、そのいくつか承認されている、術後補助化学療法であればですね、分子標的薬の併用療法であったり、免疫チェックポイント阻害薬の短剤であったりといくつか選択肢があるように思えたんですけれども、そのあたり使い分けっていうのは何か、もう少し詳しいところ、あれば教えていただけますでしょうか。術後の補助療法も含めて、進行期のも含めて、今どちらがいいかというのはちょっと論争になっているところなんですね。っていうのは、その免疫療法の併用療法の場合、 BRAF の遺伝子変異がある症例の方が効果がいいというデータが出てきてて、ヨーロッパなんかは遺伝子変異があっても免疫療法を優先する、副作用はそれは助かるんだから副作用は目をつぶろうという、そういう考え方なの で、日本はまだそこまで割り切れない人が多くて、まだそこまでは行ってないですけれども、そういったところが変わってきてるというと、で、まだそこはデータを集めていかなきゃいけないところなんで、結論を出すねちょっと早いところで、使い分けは我々も悩むところです。であと、その日本の場合は末端黒死型 ALM が、アクラルメラノマがすごく多くて、それは従来の治療がどれも効きが悪いんですね。分子標的は BRAF の変異が少ないので使える例がすごく少ないですし、免疫療法も効きが悪いということが分かってきました。で、そのアクラルの中でも皮膚測定とかの皮膚に出るタイプと爪に出るタイプではまた違うということが我々の日本でのデータで出てきてますので、その辺、そういったものに対して今後どういった治療を開発していくのか、
免疫療法だけではもう限界が見えてるので、それに何かを組み合わせるのか、先ほど中川先生言われたようにちょっと新しい薬に期待するのか、その辺の見極めと、まあ、あとはもう今のやってる治療の洗練と、そういったところで、まあ、日本に多いアジアに多いアクラルメラノーマ、末端型のメラノーマをどうしていくかっていうのが今一番の課題かと思ってます。ありがとうございます。まさにその個別化医療っていうのはキーワードとかあったりとか、あとは中川先生おっしゃってるように、最適な患者さんごとの治療といったところで、そのバイオマーカー研究のようなそういったものもですね、今進んでるようですので、何かより患者さんにマッチする治療法というのが今後進んでいくことを期待できればなと思います。そろそろお時間になってまいりまして、先生方のお一人ずつですね、視聴者の皆さんにですねコメントをいただけますでしょうか。武田先生からお願いいたします。はい、今日のこのウェブ型の講演会いかがでしたでしょうか。まあ我々も最近このような状況ですので、こういうビデオ会議っていうようなことをほぼ毎日のようにやっておりますけども、結構新しい発見があるんですよね。今までの従来型なものが必ずしもいいわけではなくて、これはこれでまたいい点があるということでありますので、また引き続きいくつかこういうような企画をしていきますので、ご視聴いただけるようによろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。中川先生お願いいたします。最初の YouTube での配信ビデオでの講演会をお聞きいただきましてありがとうございます。ぜひいつでもこれが行くことができると、見ることができるというのが特徴だろうというふうに思います。誰が見ているのかわからないところで申し上げるのもなんですけれども、ぜひ一般の方々、それから医療関係者の方々にも、ぜひこのシリーズをずっと勉強していただいて、同期ごとにどういうふうに違いがあるのかでありますとか、どこに共通点があるのかとか、そういったことを学んでいただいて、がんの診療、がんの基本的な考え方といったものを学習していっていただけることを心から願っております。どうもありがとうございました。最後に伊勢先生お願いいたします。講演の中でも述べさせてもらいましたけれども、皮膚がんというのは見えているはずなので、それにいかに気づいていただけるかっていうのが大事だと思います。だからこういう機会で情報をできるだけ発信していって、発生数から考えると検診をやってもそんなに効果が上がるとは思われないので、やはりご本人あるいはその周りの方に気づいていただくっていうのが一番大事かと思いますので、それのためにこういった機会を増やすっていうのは非常にいいことかと思います。だから、これを見られて何かちょっとおかしいなと思われるようなことがあれば、すぐ皮膚科の方に、皮膚科の専門医を受診していただくというふうに心がけていただければと思います。本当にこういうような機会は貴重だと思いますので、これからもやっていければと思います。どうもありがとうございました。先生方どうもありがとうございました。以上にて大阪オンコロジーセミナーミーティングザキャンサーエキスパーツを終了いたします。ご視聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。